こんにちは、快適アートです。秋の絵手紙、今回のお題はダリアです。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、作用筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。今回は3本のダリアを描いていきます。まずは手前の花の中心の部分から描いていきます。つぼみのようにたくさんの小さい花びらが集まっているのを省略しながら描いていきます。だんだんと開いて花びらが大きくなっていくように、中心から円を描くように花びらを描き進めていきます。ある程度花びらが大きくなってきたら、花びらのシワも描き入れます。ダリアの花びらはシワがあったり丸まっていたりして、先が尖っていたり、いろんな表情があるので、特徴的なところは細かく線を描き入れていきます。今回は花びらの枚数がかなり多い花なので、コツをつかめば意外に楽に描けると思います。一つ目のコツは、花びらの生えている方向がちゃんと花の中心を向くように気をつけること。二つ目は、花びらの大きさがだんだん大きくなるようにすることです。次に2つ目の花を描いていきます。こちらは少しだけ右上を向いているように描きたいので、真ん中の部分も右上を向いたような感じで描きました。また同じように花びらの大きさがだんだん大きくなるように何重にも描いていきます。3つ目の花を描いていきます。これは少し左上を向いた感じで描きます。シワも描き入れながら、先ほどの2つのコツを踏まえて描いていきます。今回の構図は3本の花を左に寄せて描いて、右側には文字を入れるために余白を空けておきました。
花が描き終えたらギザギザした葉っぱを描いていきます。次に作用筆で着彩していきます。栗皮茶を取ります。水で溶いて紙が透ける程度の濃さです。花の中心から影を入れていきます。細かい花びらの部分は筆先で花びらの付け根に点を打つようにして塗っていきます。花びらが大きくなって塗りやすくなってきたら、手前の花びらが落とす影を入れる感じで、花びらの付け根に塗っていきます。シワを意識したタッチで塗りました。次に紫と栗皮茶を混色します。これも水を加えて紙が透ける程度の濃さです。左の花を塗っていきます。今回描く3本はそれぞれ色を変えて描くので、影の色も少しずつ変えました。いつもは影の色を入れるのは後の方ですが、今回は影の色を塗ってから鮮やかな色を上から塗る方法で花びら一枚一枚に立体感のある感じで描きます。顔彩は乾くと重ね塗りができるので、下塗りの影の色が乾いてから次の色を塗るようにします。円字を取ります。これも紙が透ける程度の濃さです。また同じように影の色を塗っていきます。作用筆は線描筆といって、色を塗るより線を描くことに優れた筆ですが、細かい色塗りをするときは先が細かく水含みが良いのでよく使います。コシがあって描きやすく、線に強弱をつけながら塗れるのでおすすめです。次に線香器を取ります。水を加えて、こちらはかなり薄い色味です。手前のダリアの真ん中あたりを着彩していきます。次に新車と線香器を混色し、薄いオレンジを作ります。こちらもかなり薄い色味です。手前のダリアの外側に近い花びらを塗っていきます。
次に新車に少し紅梅を混ぜて鮮やかなピンク色を作ります。これも髪が少し透ける程度です。左の鼻全体に塗っていきます。次に上皮を取ります。これも髪が透ける程度です。これで右上の鼻全体にベースを塗っていきます。手前の鼻と重なっているところははみ出さないように気をつけて塗ります。次に紅梅を取ります。手前の花の真ん中あたりにだけ塗っていきます。次に新車を取ります。髪が透ける程度の濃さです。これは左の鼻の真ん中あたりに塗ります。色の境界が目立つところは水をつけた筆でトントンと叩くように色をなじませます。次に紅を取ります。これは右上の鼻の中心あたりに塗ります。これも水をつけた筆でぼかします。次に葉っぱと茎を塗っていきます。セージを取り髪が透ける程度です。葉っぱと茎全体に塗っていきます。最後に群青を取ります。水で溶いて薄めの色です。筆にたっぷりめに含ませて先ほどの緑が乾かないうちに垂らし込んで色味をつけていきます。こんな感じで完成しました。いつもありがとう、感謝の気持ちとダリアの花と書きました。ダリアの花言葉は感謝で、プレゼントにぴったりの花だなと思いました。今回の絵手紙は最近同居を始めた義理のお母さんにプレゼントしました。野草に詳しいので今後野草の絵手紙が増えそうな予感です。今回のポイントは陰影を先に塗ってから上からざっくりと鮮やかな色を塗って花びら一枚一枚に立体感のある感じで描いたことです。ご感想、ご意見、またリクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。